とアシカとエロスイートリーダーが共演するショー絆をお送りします。エロスイではトレーナーと言わずトリーナーと呼びます。訓練するのではなく家族や友人のように彼らと遊び世話をし励まし励まされています。一番知りたいのはどうしたらもっと絆が深まるか、一番嬉しいのは今気持ちがつながったと思える一瞬、その一瞬の嬉しさを味わっていただきたくてこのショーをお届けします。トリーダーの気持ちでイルカに目を凝らし明日の気分で人を観察、これまでと違う世界がきっと見えてきます。新しいドキドキとゆっくりお話してください。練習したてって覚えたてっていう感じがすごい
出てるよね。伝わるかな。あの野球ももちろん逆立ち練習してできるようになったんですが、それ以上に皆さんに見てほしいことがこれです。はい、一人で後ろ足で立てます。ちょっと歩けます。これできるの江戸水のアシカたちの中で弥生だけなんですよ。すごい良かった弥生。やっぱりこれ江戸水で本当に弥生しかできないから特徴的がある、雨の中でもしっかりできてたもんね。よかったよ。よし、じゃあ皆さん、ここからは3と1に合わせたダンスをご披露します。音楽に合わせていくのでぜひ皆さん見ていてくださいね。豊山さん、あのね、今雷の音にすごい弥生が反応してるから、もしかしたら途中でダンスできないかもしれないんだけど、頑張るから見てね。よし、行ってみよう。分かった。よし、じゃあ決めてみようね。セシと弥生に準備はどう？はい、セシはいいよ。オッケー、弥生もいいよ。よし、じゃあ3とでダンスいきますぞ。セシ行くよ。いきます。最初はバッキー。 OK、 次は回るから回って、早い、ブリーダー回る、はい、回って、おーいいね、回りましたね。よし、こっち見てね、いい、こっち見て、そう、いいよ。次は足タッチ、左から、はい、タッチ、そう、反対、やよもできたそうな時にね、やってよ。大丈夫だよ。オッケー、じゃあ左から行くぞ。はい、オッケー、反対、これもいいね。次はリズムを取るぞ。オッケー、ちょっと違うからね。はい、隣にいるのは冬の娘もいるか。
カーミレニー、トリータはトモノです。さあこうやって私たちはここにいるメンバーに話しかけたりもするんですが、この声では会話は通じていません。ではそんなメンバーに僕らの気持ちが少しでも伝わったら嬉しいなと思って話しかけたりもしちゃいます。体の動きが合図なので、その合図に応えてもらいましょう。まずは手を上に振り上げ、尾びれを振ってね、手合図。ルイがしっかりと見てくれるから、これはすぐに応えてくれそうです。合図を出せば、尾びれを振ってね、だからこうやって応えてくれる。さあ、もちろん浮き沈みがあったり、尾びれの振りが弱い時っていうのはね、まだまだやる気ができてない証拠。さあ、バランス取って沈まない。そうだ。で、2つ目の合図、ジャンプやってみましょう。手を振り上げる、これ合図。いくよ、アナイズもやっていってね。はい、合図を出したらルイは答えてくれるはず。ルイのジャンプは皆さんの前で。さあ、こんな風に答えてくれますよね。ルイ、よかったぞ、戻っといて。さあ、こんな調子でこの後も活躍してもらいましょう。ありがとうルイ。今日はここで遊んでね。他のメンバーもここからはいろんな合図を出していきますよ。皆さんの前一番に向かったのはミレニーとモリカ、はい、その後ろでお腹を上にしたジャンプを見せているビッグ。ステージにはまたまたルイが上がってきました。その横ミーナもステージに上がる。ここにいるメンバーは何もプールの中しか動けないわけじゃないんですよ。練習をすることであれぐらいのステージだったら簡単に上がることができちゃうんです。右側からはマリンの尾びれを持って加藤花がやってくる。スキンシップを取るためには時にはそうやって体を触り合ったりなんて、そんなことも大事ですよ。ステージ上がってる人企んでますね。堀内さん、それなんか顔くつけようとしてんの？なんか意外と仲いいなと思って、こんな近くで上がるのちょっと久しぶりですよね。そう、メンバーお互い気になっちゃうとね、あれぐらいのスペースでも上がるの嫌だよって答えてくれなかったりするんですが、ミーナとルイはね、この時間とても仲良さそうに答えてくれました。さあ、それでは今日はね、どのミーナもやる気がありそう、やる気がある時にぜひやりたいのは練習中の技へのチャレンジで、やる気がない時にやっても、ね、成功する確率低いので、今日はじゃあ お基本のセーラーとスミのメンバー、このコンビやってみましょう。スミさん、セーラーにやってもらいたいことを皆さんにも教えてあげて。はい、今日はセーラーが口を大きく開けてこのプールを一周する練習します。ただいつもはですね、反時計回り、こっち回りで回っているんですけど、今日はこっち回りで上手に大きく回ってもらえるように練習したいと思います。やっぱり方向が違うだけでイルカたちもちょっと小回りになってしまったり、こっちに止まってしまったりするので、今日は無事にこの時計回りでこのプールを一周してもらいたいと思います。では早速行ってみましょう。さあ、もうセーラーとスミのコンビしかいないから、どれ、ね、思い切ってやっちゃえ。口を閉じてもダメなので、大きく口を開けたまま回ってください。待って待って、皆さん応援お願いします。あとちょっと、そうそうそう、こんな感じ、オッケーオッケー、もうちょっともうちょっと真ん中まで頑張って、オッケー。はい、うまく答えてくれましたよ。ありがとうございます。セーラー、よかったよ。逆回りでも今日はしっかり答えてくれました。さあ、どうやらね、他のメンバーが一旦後ろのプールに行ってくれたおかげでセーラーも泳ぎやすかったみたいで、その場ですごく綺麗にプールの中泳いでくれました。今日の練習うまくいきましたよ。さあ、練習が終わったということで、他のメンバーもまた続々と姿を見せてきました。では、そんなメンバーに息を合わせてもらいます。音楽に合ったタイミングでいろんな合図にタイミングよく応えてくれるかどうか、4組順番1番でステージ中央、セーラーとスミ、2番でその横、ミーナと田中、3番左側のミレニーと森田、最後はガラス越し、ルイと堀内。では、4組
組、順番、タイミング合わせていきましょう。ステージ中央、ステアラ、アクション。いいタイミングだ。右側、ビーナ、アクション。ビーナも低いながらも応えた。ミレディ、遅い。タイミングがずれている。最後は、レイ。これはちょっと遅かったけれど、かっこいい前方違いに見せてくれました。ナイスチャレンジ。では、ここでエノスイウマルのメンバーをもっと詳しく皆さんに紹介です。はい、こっちです。今私の前にいるのがエノスイウマル妖精のイルカ、ビッグです。この妖精のイルカというのはビッグのお父さん、おじいさんもこのエノスイで生まれたということで、世界中の水族館で妖精のイルカが生まれているのはエノスイだけなんです。で、ビッグ生まれた時はすごい泳ぎが弱いらしかったんです。でね、見てるこっちもね、不安になるぐらい大丈夫かな、大丈夫なのかなっていう感じだったんですが、今では、さあ、ビッグ取れるかな。はい、こんな感じで力強く泳げるようになったんですが、ちょっと、まだ力抜いてますね。もう少し早く泳げます。ビッグ戻ってますね。もう一回、ビッグが、本気を出して泳ぐともっと早く泳げるんですが、いいかな。そう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 、もう泳いでるだけですごいなってなってるのが分かりますよね。ちょっとやる気にムラがあって、やる気があるとすごい高いジャンプとか見せてくれるんで、はい、いくよ。皆さんこの後もピック多分今のでやる気スイッチ入ったと思いますので、高いジャンプとか見せてくれると思います。だからね、この後皆さんにかっこいいところを見てもらおうね。さあ、じゃあどんな姿を見せてくれるか、この後のピックもぜひ注目して見てください。それではここからは全員で連続コンビネーション、どのペアが息が合っているのか見てみてください。はい、